2012年秋のスペシャルその2、はい、テレビドラマの映画化に、うん、まあ各テレビ局が力を入れるようになった、はい、そのエポック的な作品が、うん、なんといっても踊る大捜査線、あれで一つの形ができたみたいな感じはしますよね。そうそう、うんうん、1998年公開の第一作の興行収入が101億円、はい、で2003年公開の第二作、うん、はい、レインボーブリッジを封鎖せよ、はい、これが173億5000万。はあ、すごいですね。一応実写においての邦画歴代ナンバーワンなんでね。他言ってもジブリ系とかですもんね。そう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 。ね、で2010年の第3弾も73億1000万、うん、あ、ちょっと落ちたとは言うもののね、そう、73億いきゃね。ね、うん、でまああれから2年しか経ってないんだけど、うん、はい、今回第4弾が、うん、これみんなびっくりのザ・ファイナルね。伊藤敦史なんかもね、はい、これからまだ何作も出る気満々だったのにもかかわらず終わってしまったみたいなね。そう、うん、まあそういう意味ではね、うん、制作が決定した時は、うん、決してファイナルっていう予定じゃなかったでしょうね。でまあこれがいろんな都合でね、うん、まあここらが潮時なんじゃないかっていう、ね、うん、まあ一区切りつけなきゃいけないんじゃないかというね、うんうん、まあでもそういうね煽った効果もあったのかもしれないけど、うん、9月7日の公開初日から3日間で早くも10億突破ということで、もう今ではそうですね、うん、9月25日にね東宝が発表したデータでは36億って出てますから ね、うん、これはまだまだ伸びると、まあまだやるでしょう。うん、まあ上半期は、はい、テルマエロマエだったんだけど、まあ年間を通してということでいくと、今のところは海猿が、うん、72億ね、うん、これはすごい、すごいですね。4作目にして72億いくっていうのはね、でその前に、うん、ザ・ラストメッセージって言うててやないのって、はい、みんな思ったにもかかわらず、最後やと思いましたけどね。あれだね、今回はブレイブハートっていうことで、ね、まあでもね、うん、海猿初心者が見てもね、はい、まあ、十分に楽しめるというか、ああ、なるほどね、うん、いわゆるハラハラドキドキ、はい、このサスペンス感、うん、そして感極まってくるっていうかね、うん、なんか達成感もあるしみたいなね、もらい泣きもしてしまう、はい、だからあの映画館のあちこちでちょっと嗚咽が聞こえたりなんかがね、でまあね、はい、これからも作る気満々っていうのが分かってる方から見ればね、うん、はい、いや絶対絶対助かるだろうなっていうのはね死ぬわけはないというね、分かってますから ね、うん、でその一方で、うん、じゃあどうして踊る大捜査線は終わるのか、うん、まあこれね、もともとね、うん、織田裕二自身はね、はい、2003年のムービー2で完結させようっていう、そんな心づもりだった。というのも2004年の3月に、はい、イカリア長介さんが72歳で急死された、はい、でまあ織田裕二としてはね、うん、イカリア長介さん演じる涌平八郎っていうのは、はい、うん、青島刑事にとって父親のような存在、うん、だから、はい、涌さんのいない踊るは意味がないっていう風に思った、うん、はいはい、まあでもね、そんな織田裕二の決意とは裏腹に、うん、周囲は続編を熱望、はいはい、そりゃね、なんだかんだ言っても2は173億も稼いだ、うん、でも織田裕二は、うん、幾度となくアプローチされるも、はい、なかなか首を縦に振らなかった。まあ、増田正義とかね、うん、室井慎二とかいろいろね、スピンオフも出てきましたし ね、その後ね、うん、それが一転したのは、はい、なんとある夜、うん、イカリアさんが、うん、織田裕二の枕元に立ち、青島、いつまでも止まっていちゃダメだ、お前ならできると力強く励ましたそうで、ほんまですかそれは。まあそんなね、天国からのエールを受け止めて織田裕二は、はい、まあ第2弾から7年の時を経て再びスクリーンへ戻ってきたと。でそんなムービー3から、はい、わずか2年で今回のムービー4でこれを完結編という風にした、はい、うん、まあ一番の理由はね、うん、青島もね、はい、今や係長、なんだかんだ言っても、はい、平野刑事が一番似合う、うん、それが青島のキャラクター、はいはい、まあこれから先ね、うん、どんどんある意味偉くなっていってしまうっていうのも、うん、ね、これちょっとね、うん、で現実的には、はい、やっぱり昇進していくっていうのが、うん、これ警察機構の中ではある意味当たり前だろうし、あるでしょうね、うん、
まあそこらのね、うん、現実との整合性っていうことを考えると、はい、ここらが潮時かなと、ねえ、思いますけどもね。ただまあ数字を上げればね、そうそうそう、後作りたくなるのが世の常でね。ね、なんと小田裕二自身までもが、うん、今回のザ・ファイナルの撮影の合間なんかに、はい、枠さんの年齢になった青島を演じてみるのはどうだろう、うん、定年まで勤めた青島はどんな風になっているのかななんていう風に言い出して、はい、でまあスタッフの方がね、はい、いやファイナルの続編は出せないよっていう風にまあどちらかというと釘を刺した感じなんだけど、まあね、うん、考えたら、うん、あの小田裕二のギャラね、はい、まあ一説では、うん、1作目が8700万で今回のファイナルは1億5000万とも1億5000万、うん、なんだかんだ言っても、はい、あの外交官の方はね、うん、あまりうまくいかなかった、ね、厳しかったですからね。20億超えも厳しかったなぐらいのところありましたから ね、でそういうことから、うん、やっぱり刑事の方がいいと。そうでしょうね、みんなが見たいのはそっちなんだと、ね、本人もその思いをかなり強くしたんじゃないかと思う、ねね、ただまあ言ってもフジテレビね、うん、海猿のこともあるんで、はい、ザ・ファイナル新たなる希望の次に、うん、その続編があってもいいんじゃないかと。まあありでしょう。でなんといっても新たなる希望っていうのがね、うん、あのスターウォーズシリーズエピソード4の現代につけられた副題、はい、あそうですね、うん、アニューホープ、はいはい、まあ、そこから取ったということもあるんで、ああ、まあ、次帝国の逆襲みたいなね、どうなになるんでしょうね。でまあね、そんなこんなでとにかくドラマから映画化ということ、はい、まあこれに関しては、うん、これから始まる10月ドラマの中からは、はい、どの作品がいわゆるステップアップに成功することができるのか、はい、そのあたりを楽しみにしたいと思いますね、うん、はい。